ズメのページセカンドシーズン。皆さんこんにちは、スズメです。本日は天下一品セカンドシーズン第3回目ということで、こちらファサージュ仲町体験さんにやってまいりました。本日ですね、早速ファンの方に開運グッズ、開運ドラゴンをいただきました。まあ、フリーズこれで引いてくれということだったんで、今日は台の上の方に置いてフリーズ頑張っていきたいと思います。ですね、ルールの方が7月7日までに私が7機種でフリーズを引いて、1機種フリーズを引くごとに罰ゲーム食材が豪華食材の美味しいものに変わって、それで丼を作るという企画でございます。そしてフリーズなんですが、皆様のお力をお借りしてもいいということで、こちらが追加ルールとなりましたので、ぜひぜひ皆様のご協力をお待ちしております。今日はですね、アナザーゴッドハーデスの方を押さえてきましたので、こちらでフリーズ目指して頑張っていこうと思います。それではいきます、スズメの天一。はい、それでは本日はアナザーゴッドハーデスで店を行っていきたいと思います。本日お昼からの収録ということで、こちらも初当たりついておりまして、初当たり2回でゲーム数が124ゲームからのスタートとなります。それではフリーズ目指して頑張りたいと思います。ハーデスなんですが、全回転フリーズと、まあ、一般的なプチュンのフリーズがございますが、全回転フリーズの方が約2万分の1、そしてプチュンの方がゴッドぞろいの8192の約1部ということでございます。私ですね、ハーデスの方では未だに一度もフリーズを引いたこともゴッドを引いたこともございません。で、凱旋は天下一品第1シーズンの時にですね、第1回でプチュンがあったんですけど、ハーデスでも見たい、まあ、でもせっかくだったらハーデスは全回転見たいですね、全回転フリーズを。そういえばですね、たくさんの方からご指摘を受けたんですが、私が書いておりました豪華食材のシャトーブリアンと極上のヒレ肉が同じだよって言われて、まあ、同じなんですけど、好きなのでそのままお裾をさせていただきます。302ゲームヘルゾーン行きました。さあ、青です。厳しいかな。おお、ありましたね。また青です。ここで一度、今日初のパーレバー使いたいと思います。えい。矢が飛んできたよ。残念。残念。ありそうですね。はい、行きました。もう1回323ゲームで今度黄色のヘルゾーンです。メカプッシュが来たらね、パイプッシュを使うよ。来た、これですね、ここ使いの子ですよ。行きます、パイプッシュ、えい。328ゲーム、黄色のヘルゾーンからです。投資は8分で入りました。いきます。前回ハーデス実戦があった時はハーデスとワンちゃんだったんで、今日はペルセポネに会いたい。ワンちゃんケルベロスです。さあ、行きましょう。70ゲーム、本日、先生は70ゲームからスタートです。よし、伸ばしましょう。デカプッシュ来たらって言ってたけど、本当に来ましたね。残念、70ゲーム214枚で終了です。本当さっきの分しかなかったですね。はい、お、あ、フルート抜けちゃいました。まだも今日は初当たりは割と早めに引けたので、あ、運は悪くないはず。行きましょう、フリーズ。
だろう。あれで当たってるよと言われておりまして、当たりました。はい、162ゲーム全投手が9本です。2回目の初当たりいきます。さあ誰、またワンちゃん、さっき70ゲームだったんでそれより乗せられるように。いやー弱い、50ゲームさっき70ゲームだったんですが、今回は50でした。はい、50ゲームで JJ ストップ、スタートです。先ほどの初当たりでは上乗せが一つもできなかったんで、まあ、今回はできるといいなと思っております。赤扉コートだといいな。目押しハーデスです。来ました、なりました、ハーデス。さあ行こう。さあハーデスです。乗るかな。来た、よし。待って、目押しがガバガバ。よし。ちょっと待って。今後フリーズ。1ゲーム入れば行きます。えい、よし来た。あるかな。よかった。とりあえず三角ゲームです。よかった。あ、もっとゲームです。さっきのハーデス来てくれましたけど惜しかったですね。4段階目まで行ったらプツンだったみたいだったんで、ね、初のフリーズいけるかもって思ったんですけど、ハーデスで止まってしまいました。まだ5ゲームもあと300ゲームあるんで、なんかあることを期待します。さあ中段リプ、あったりして、あ、いいかな。中段木の中からのレッドプッシュ、今日は炸裂しておりますね。ハイプッシュ行きます。えい、あ、すごい乗った。中段木の中から300ゲーム乗りました。上乗せです。ラリーロックまた来るか、また来るなんて思ってなかったんでびっくりしました。さっきの300ゲームの上乗せもありましたね。残りゲーム数が525ゲームです。あー久しぶり。あ、え、今からまだ打つ？よかったらじゃあスタッフパスもらって、フリーズいたら教えてくれる？今日初のスタッフパスをもらってくださいました。どうやら凱旋を打ってるみたいなんで、チューンしたら教えてなきゃいけない。
はい、また行きました、エルゾーンです。さあ何色、青、あれ、来た、さあセルベロスです。あら、これは強い、火吹いてますよ。30、60ゲーム、一番初当たりの時です。70ゲームゲットしました。ケルベロスでの乗せがあったので、残りゲーム数が305ゲームです。チャンス。お、降臨。ちょっと、やばいですね。今日なんかいろいろ引きまくってて、もうちょっとよくわかんなくなってます。行きます。あ、あ、紫ナナだったんですね。すいません、目押しがガバガバで。あ、初のペルセポネお姉さんです。今日全員見えてますね。降臨だったんで、もしかしたらマゴットあるかなと思ったんですけど、見えるかしら。えい、残念。パイレバーはちょっとやりすぎるとあれなんで、今日のところはやめときます。終わっちゃった。せっかく紫7引いたのに50ゲームで終わってしまいましたが、まあ、とりあえず上乗せ50ゲームあったので良かったです。先ほどの上乗せがございまして、ラスト残りゲーム数が322ゲームです。やりました、2000枚です。久しぶりですね、なんか2000枚とか見ると。やっぱりプライベートではあんまりゴト系は触らない私なんですが、いろんな方に何が一番勝てるって聞くと、やっぱりハーデスって言われる方多いんですよ。なんか分かる気がしますね、引きさえあれば。あ、来た、ビールロック。一段階でしたね。チャンス目、いやもうあるかと思ったんですけどね。今ラスト10ゲームです。いやもう本当突然来るからびっくりする。はい、チャンス目から10ゲームは乗せ、ラスト、おお、チャンスで10ゲーム、びっくりする。ラストゲームで、はい、というわけで、まあ大きな上乗せ300とかもありまして、ハーデスとかもありまして、さらに細かい上乗せもあったので、ゲーム数882ゲーム、それでそして獲得が2482枚で終了しました。いやまあなんか惜しい、フリーズ惜しいなみたいなところもあったんですけどね、そういうのは引けませんでした、フリーズは残念ながら。まあでも今日勝ちで終われそうなので良かったです。ちょっと回して様子見て終わりかな。はい、実戦終了しました、お疲れ様でした。本日ですね、アナザーゴッドハーレスの方で実践しまして、まあ、結果が投資が9本の回収、こちら2434枚です。じゃん、はい、久々の対象でございます。まあいろいろプレミアは見れたんですが、残念ながらフリーズは引くことができなかったですね。あ、こちら、はい、本日ねいただきました開運ドラゴン、絶対この子のおかげですね。今日はちょっとこれ私プライベートでも持ってうちに行きます。こんな感じです。本日もまたフリーズは引くことができなかったんですが、またこの引きを持って次回実戦に挑みたいと思います。
先生は本日もありがとうございました。ではまた見てね、鈴音の天地。はい、皆さんお久しぶりです。鈴キッチンのお時間です。ちょっと美味しいご飯が食べたいな、そんな時に作れる簡単な丼をご紹介したいと思います。用意するものはこちら。私は差し入れでいただいたものがまだありましたので、イワシの缶詰、まあ丼で使用します。こちらご飯、あとこちら大葉、ごま、唐辛子を使ってやっていこうと思います。今回は火は一切使いません。鈴キッチンなんですが、まあ飛ばしちゃう方も結構多いとは思うんですけど、見たい、まだ見たかったよっていうお声をいただきまして復活しました。わわわ、細めに香り付けで切っておきます。ごま油も使います。ごま油があれば大概のご飯は美味しくなると思います。では早速こちら私の方をちょっと砕き気味でご飯の上に乗せていきます。はい、それではこちら乗せました。イワシのところに大葉をドーン、そしてごまかけます。そして最後にこちらごま油一周ぐらい香り付けで、はい、できました。完成。イワシと大葉の簡単丼の完成です。こちらは混ぜて食べてください。ちょっと早速混ぜてこれ食べてみるね。混ぜるとこんな感じです。チャーハンみたいなチャーハンみたいな。ではいただきます。うん、ごま油と大葉がスパイスになってて美味しいです。はい、こちらの丼なんですが、簡単で安上がりで普通に美味しくいただける丼ですので、ぜひぜひ皆さんお家でもやってみてください。では本日も見てくださってありがとうございました。次回も見てね。鈴音の天地、バイバイ。